ご視聴ありがとうございます。ハレルヤの大久保です。始まりました第36回 MTG 対戦バラエティハレルヤコンバット。今回ゲストの方はこちらの方です。ご視聴ありがとうございます。ハレルヤホークスの鈴池です。はい、今回は、ハレルヤホークスの鈴池さん。GP 神戸2017でトップ4。そうです。僕と鈴池さん、2週1ぐらいで飲みに行ったりとか。そうそう。ね。俺は友達だと思ってるけど、まあそんな感じで、まあちょっと最近僕が憤慨してることがあるんです。憤慨してるんですよ。そんなに怒ることが。マジック・ザ・ギャザリングのカード高すぎ問題。確かに高い。この問題をどう捉えていけばいいのか、我々は。でもね、ハレルヤさん、めちゃくちゃ安い。ハレルヤは確かにカード安い。すごい安い。ぜひ、ハレルヤでカードを購入してください。この話、これでおしまい。なんだかんだ、まあ、ハレルヤが安いとはいえ、やっぱりカード高くてなかなか買えないというか、まあ、俺以外でもたくさんいるとは思うんですよ。最近流行っている、古文限定構築。やっぱり高音だったらね、比較的お求めやすい。まあ、その中でパウパーというコードすごい流行ってるらしいから、最近流行っているパウパー、これ、まあ乗り遅れないので、ちょっと我々も、そうですね。そうですね。ゼロから始めるパウパー生活っていう、ちょっと今回、パウパーで遊んでいきたいと思います。じゃあ、ちょっと体制をね、やっていきましょう。はい。よろしくお願いします。大きく、はい、9、11日が憲法前、裏はマリーランにします。キープしまーす。こんな感じになります。でキーカードが不在なんですけど、お願いします。お願いします。発生のカードですね。発生のはい。発見してこちら21になります。はい、ファイルを出して、はい、ファン終了戻します。はい、今置いて棚上げてあげたら、はい、手が立ってワンドロー19で終わりです。よくしゃんでいい。じゃあ、ではカードを切ります。ここに置いて、はい、ターン終了。防音生活は黒1マナーと手札のクリーチャーカードをディスカードすることによって墓地のクリーチャーカードを取ってない方がいいことになります。はい、手札のクリーチャーと墓地のクリーチャー入れ替える。そうそうそう、墓地にクリーチャーをしてないと起動できないので、みんな押してるから。よろしくね。はい、戦闘モード、はい、サクッて戦闘ダメージ、まあこれサクッてノームです。はい、第2メインで、はい、はい、同じか。じゃあ18発見して終わりです。じゃあ、能力起動して水に捨てて回路回収無限無限無限攻撃だ。じゃあ、パッパッていく。今度は発掘に入れ、はい、で、こいつ手札に加わったら2.5。はい、回路は除去して、はい、あと回路出して、はい、終了。よろしくお願いします。戦闘を。まあ、サクッと。はい。タイミングで、キャスターを。キラチューナー。17。ドロー。これ、ユーザーもね、コモンとしては珍しい。7人であると。出し毒カード。終わり。これ、1枚で起動して、入る感じ。はい。反発は、ピークで、発掘。ああ、しかしね、発掘し始めると土地引かなくなるからね。これが回してたら、まあまあ苦しい。ただ終了。ドロー。センタロー。はい。まあ、これさ。はい。第2メインに、少々目自分。はい。うん、黒タン、アド取りまくる。ア
古文にしてはものすごい大きいですね。言ってました、うん、そいつは何をしますか。国間のやつは奇遇なんですが、好きなところに1点与えて対戦相手が選んだところにも1点与えて、お互いに1点ずつ与えるんですね。でディスカード終わりです。あ、ディスカード前か。はい、起動して、まあ、土地を回収かな。ランドが。これを残してて、回収。はい。カエルを取って、回収です。これ、だからね、こいついるともう、カエルが、次のターンから、カエルループできなくなっちゃう。戦闘を。まあ、作って、ダメージを。はい。ダメージで、はい、今を置いて、いや、強い。お。はいはい、統治ね。統治点。戦の摂取で、統治者になる。統治者。統治者ってどうやったら奪えるんでしょう。統治者は、その統治者を持ってるプレイヤーに戦闘ダメージを与えると、これは打ちますね。なるほど。すごい。エンドステップ。はい、どうぞ。どうぞ。いやー、これね、苦しいね。いい。ほんとに。26。こっちを置いて、ここはターンを終了します。エンドに、プレイヤーに1点。はい。で、そちらの選んだところに1点。じゃあ、待っていいよ。はい。14。ドロー。はい。ちゃんと、はい。反対で当たる。じゃあ、しばらく、捨てて、回収します。はい。しばらく、こいつ捨てるんですけど、捨てないといい。今までマットネスで捕まえます。はい。あと、墓を勝ちますね。マットネスで捕まえると、こっちから食いちゃいちゃうから。はい。まずこっちとこっちで、2台回収できるんで、お城のネズミと、タガヤスツリー方向を回収します。はい。で、ブロックしてあります。はい。で、全体。はい。はい。落ちて、3点。はい。いきますか。4体です。うん。13。めちゃくちゃカード引かれてる。楽しそう。マジプレイヤー、カード引かないですね。俺もカード引くの好きなんですよ、実は。まだ引けるの11。俺一旦攻撃したいんやけど、嬉しいなって。で、エンドステップ。はい。どうじゃあ、どうぞ。はい。で、実は。はい。はい。じゃあ、マスク、マスク、ドローステップのドローはしないします。これ24。一回盤面きれいにしようか。別に。おっ、はい。で、ターンを終了したいですが、エンドに、こちら、フェイヤーでキャスト。じゃあ、X2 で。はい。こうみたいな。うん。で、こっちが22で、こっちが9。で、1点です。21。どう？うん。で、本持ちも大丈夫。すごい。ネズミキャスト。いや、それねー、かなり鬱陶しい。反動1枚で一気トップ。かなり鬱陶しいですよ、それ。はい。で、戦闘をリース。はい。普通アタック。痛いタック。痛いタックね。19。19。第2名。なので、キャスト。いやー、それなんで。1、2、3、4、5、6、7、8、9点。9点。4、5、14、18。神話コモンと呼ばれるだけあるけど、ね、後位祭が可愛いと思われてるボリーなんですよ、あっという間の意味なんこいつ捨てて、はい、こいつ回収しようかなこれくらい回収、はい、じゃあ、こっちに、はい、12マットレスでキャストして、はい、まあ、ネズミぐらいしかないから、回収して、キャスト。はい。サクって、サクってマイナス1カウント。マイナス1カウント。で、カウントかな。いいんじゃない？はい。じゃあ、サクで、はい。
で、このターゲットがこれのターゲットをここにして、で、ここに下げます。はい。で、ダンもらいます。はい。ドロー。はい。前のターンって忘れて。前のターンも忘れて、それ。スポーツ者忘れるよ。本当に忘れる。ほんまなで、謎のエミちゃんとって。オーブレって、それは何をするカードですか？しらじらしいけど聞いておくよ。黒い忘却の輪。忘却の輪、黒なのに。黒なのに。でもターゲットはクリーチャーだけ。ターゲットはクリーチャーだけ。はい。じゃあ、当然対象は、スラブラ。そして、小物。うわ、はい、ストーリー。それは死ぬ死ぬ死ぬ。3、4、5、6、7、8、9、10、11。11って負けですね。ありがとうございました。というわけでお送りしたアルネコンバットいかがでしょうか。で今回ベストカード何でした。今回は初めて使った黒バラのトゲ、この特に黒バラのこの4マナ1サンスし、僕らシステムが強すぎる。ポーチは取られてもこっち殴りに行きたくない。あのマスターズ25、はい、徐々にカードが出始めて、まあ撮影時点ではバルルイヤタイプが公開されてて、あれはそれやから共に落ちたっていう、まあそういうわけでちょっと25とかすごい楽しみですね。まあ、パイパーはそんな感じで、その、新セットが出るたびに、何が小物に入るのかっていうのが、楽しみになってくる、そういう遊び方でもあるんで、ぜひ、まだやったことがないっていう人は、一度パイパーっていうことやってみてほしい。ぜひ。最後に、ハレルヤチャンネルからもお聞きです。現在、ハレルヤチャンネルでは、登録者数1万人以上を集めて、ハレルヤコンバットという YouTube スペースを撮影してみようという作業を進行中ですね。よろしければチャンネル登録のほど、この辺に、なんか、この辺、この、この、うわー、赤い、赤い、下の方、下の方、下の方は赤いなんかね。あるはずなので、見てもらえればと思います。まあ、今回はここまでということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。